秋山さん、next question ね。You ちょっとセホゼビーズね、あのグレン・デイビスは、ね、playing American style baseball, did that help you, your style to bring back to Japan and to help you become 5-2 player? そうね、野球スタイルはね、アメリカの、その当時はアメリカの方スタイルってすごくシンプルだったんね。うん。うん、野球スタイルはね。あの、やって、日本の方が細かったですね。送りバン、バントしたりとか、バスエンドランとかね、なんかね、いろいろエンドランあったけど、アメリカの方がこう、もうパワー、パワー対パワーの使い合いでね。うん。これだけ、すごく好きだったし、うん、で、それはまあ、その場所で違ったけど、やはり一番はやはりこう、自分で、目標がね、日本のだから、通用する選手になるのか、うん、メジャーで通用する選手になりたいと思うのか、これが一番大きかったと思う。やはり日本でこうね、じゃなくてやはりメジャーリーグです。ね、その当時も今もそうだけど、もう一番高いポジションの中で通用する選手になりたいと思って帰ってきたのが多分一番大きかったと思う。そういう気持ちね、が一番大きかった。Today game, what is your opinion of Japanese baseball today game? すごくね、アメリカの考えにこう選手たちがすごく近づいてきたのかな。なんかこう、野球をすごく楽しむようになってきたっていうのかな、うん、若い人たちは。で、伸び伸びやってる感じがするんで、なんかこう、メジャーの野球に近いかなっていう、その気持ち的には。うん、昔はなんかこう、僕はじゃあやっぱ野球って言ったのは、こう、仕事っていう感じでね、一生懸命こうやってたんだけども、今の人たちはなんかね、もうどんどんこう自分の持ってるものをどんどん最初からこう出して、うん、もう明るく元気にね、伸び伸び楽しみながらこう野球やってるっていうスタイルにすごく見えるんで、まあそれはすごくいいなと思う、その選手たちの見てる中ではね。今のスーパースター、秋山さん、今のスーパースター、あの84号ゴールデンイヤーね、たくさん、たくさんスーパースターでしょ今の、maybe one、坂本さん、ジャイアンツね、今のスーパースター、どうしてのだから、なんでだろうね、でも昔多分みんなね、さっき言ったように、少々怪我しても、はい、やっぱ試合に出続けっていう部分がすごく多かったんね。その中でこう、ごまかしながらでもテクニックで結果を残していく人たちが多かったけど、今はやはり少し怪我するともう無理しないでやっぱり試合に出なくなったりとかするね。そうなると結局やっぱり結果っていうのは成績が残らないんで、だその部分のこう精神的な強さっていうのかな。だから結局スーパースターっていうのはやはり試合に出続けてで、結果を残すことは大事じゃない。それが1年できました。2年できました。3年できました。もう5年できました。っていうのがまずスーパースターってところなんで、それがやはり1年、2年はできても、でそこちょっと怪我して出ない時期があったりとか、で、また出ました。また出ませんってなると、やはりスーパースターっていうのはそこにはいけないのね、なんかね。本当にいいスターなんだけども、長く続かない。で、やっぱりスターはいいけども、スーパースターっていうのは、やはり試合に出続けて結果を残していくっていうのがスーパースターだと思うね。まあその辺がちょっとこう違うのかなというところね。ね今のね、選手たちは。Also ね、big money、player、big money now でしょ。ねえ、秋山さん、すっごい big money よ。本当にね。ね、next question ね、あの、コーチングは、you coaching ね、あの、starting coaching, 10 years coaching でしょ、あの、starting farm team, SoftBank Hawks farm team でしょ、あと一緒に together, あの、ベンチコーチ、オーサーでしょ、ね、あとで監督でしょ、
your championship manager, first champion was 2009, right? 2009? 2001? Yes. Okay. Managing there, you always want to be a manager? いやー、なかったね。だって、やはりこう、王さんがいたから、王さんがね、呼ばれて、まあ、二軍監督から、ね、やれと、してくんないかと。で、その後、まあ、隊長一軍に呼ばれて、まあ、隊長崩されて、では、まあ、やれというふうになったんで、まあ、しょうがなしにやったね。難しい監督は。あ、本当に。でも、やはりやったからには、やっぱ日本一を求められて、優勝するとか日本一を求められてるんで、まあそのためのチーム作りっていうのを今度は考えて、選手っていうのはまあ自分のね、だけでいいんで、自分のところでいいんだけども、やっぱ監督っていうのは、いかにこう選手を育てて、で、まあ、レベル、チームのレベルを全部上げていって、それでこう優勝にも、どうやって優勝に持っていくかっていうところなんで、まあ、その辺はちょっとこう、いろいろこう考えながらとか、はいはい、まあ、コーチの人たちもね、助けてもらう、まあね、監督と選手じゃなくて、そこに間にコーチの人たちがいるんで、そうですか。だからね、だからコーチの人たちが一番こう、選手と一番こう接するんで、はい、コーチの人たちに理解してもらって、コーチの人たちに一生懸命頑張って、はい、やってもらうっていうことが一番まず大事だってね。Maybe, あとはその中で、Maybe me one time 監督。I want 監督で、Japanese 監督。大変よ。ありがとう。ねえ、秋山さん、You,、うん、you famous ね、backflip ね。Let's talk about your backflip、はい。本当にアジー・スミスね、知ってる？アジー・スミス。アジー・スミス、だって、日米野球で日本に来てるから一緒に一緒やってる。日米野球、昔が日オフに日米野球大会で、で、オジー・スミスとかケン・グルフィジュニアとか、まあ、さっき言ったよ、マグワイアとか、カンセコとか、ああいう連中みんな来たから、で、オジー・スミスも一緒にプレーした野球で、で、あれは守備に、どうぞどうぞ。守備についてね、クッて書いてるでしょ。守備位置で。ESPN で、テレビ見て、Your backflip してる？ You know？ ああ、見せたね、Worldwide、Worldwide。体が大きいから、難しいのよ。ねえ、You high school gymnast？ You take, you gymnast high school？ Where did you learn to do backflip？小学校の時に、オリンピックをこう床運動を見て、で、それで真似してやって、だから小さい頃の方がもっと多分できてた。鉄棒もできるし、だから結構スポーツは水泳でも陸上でも全部やったんで、で、器械体操的なものもずっとやった。もっと昔は体ちっちゃかったから、もっといっぱいできたんだけど、もう体が大きくなってくると、もう回転するのが大変なのね。おー、秋山さん、本当にね、すごい。私、バンザイオンリー。バンザイオンリー。ナイスパフォーマンス。ね、ね。秋山さん、you play with many good player, many foreign guiding player. So you play with Jerry White. Jerry White, teammate Montreal よ。ああ、ホワイトね。5 years 一緒に、ジェリー・ホワイト。あとで、書く、ヴァン・ブルクロー、ヴァン・ブルクロー。バークレーよ。バークレーよ、ね。そうそう。ちょっとロングヘアね。はいはい。ロングヘアね。同じ年。あ、本当に。うん。で、デストラでも同じ年、セームエイジ。Next デストラね。You、うん、you は、清原さん、デストラ。AKD、D、ねえねえでも同じチームメートにでプレーできたっていうのはね、自分にとってもこう大きかったよ。みんなホームランバッターだったし、お互いにやはりね、やっぱり清原がホームラン打てば、俺も打ちたい、よし打つぞとかね、
デストラーで打てば、よし、俺もホームラン打たなきゃとかって、それがこう、同じチームの中でこうホームランをこう争っていったんで、いい、すごくいい刺激になったし、いいメンバーだったね。Very, very, very nice, man. We had the Strada on Kurumati channel, and he talked about the same thing you did. まあ、同じ年だったから、いつも取っ組み合いしてこう遊んでたからね、デストラーでは。でも優しいから。そうですね。ブーン最高ね。本当にね、秋山さん、あの、はい、セーブね、ジャイアンツね、クロマティさん、ジャイアンツね、セーブね、ライバル全部、ね、うん、セーブね、本当にパワーハウスね、あの監督、ヒロカね、あとで森さんでしょ、うん、あのね、あの、チームメンバー、清原、あの、秋山さん、久保さん、江戸さん、井口さん、You play with many, many good players でしょ And are you proud of that? うん、もう本当にだからいいメンバーがその時ちょうど、ね、やっぱ一人だけでは野球って勝てないから、やはりピッチャーもね、バッターも、やっぱこういい選手が集まって、それでやはりこう優勝したりとかするし、あともう一つ、その時は、やはりパ・リーグとセ・リーグは、やはりセ・リーグの方が、すごくこうメディアにいっぱい出てたんで、うん、あの時に、やはりジャイアンツを2回ぐらいかな、うん、で、日本一になったっていうのが、やはりこう、セブライオンズがこう、うん、こう全国区になったっていうか、みんなが知ってくれたっていうのが一番多かった。やはりこう、日本シリーズでやっぱり日本一にならないと、やはり全国になかなかならなかったんだよね、あの当時はね。うん。うん、だからそれで、やはりこう、日本シリーズ何回も何回も出てって、うん、勝っていったんで、まあ本当にこう、いい選手たちがこう、みんなが知ってくれるようになったんでね。うん。うん、まあ本当にだからいいメンバーだったね。ね、あの、秋山さん、どうしてあの、パーリーグ more strong than Central League? Why パーリーグ more strong than Central League? ああ、今のその、そうね、あの、交流戦とかあるんだけど、まあ、パーリーグの方が今すごく強いよね、うん、あの、交流戦でやっても。まあ、多分 DH 制もあると思うし、DH 制で、やはりこう、ピッチャーが、まあ、ピッチャーの部分は全部こう休憩するとこがないじゃない、うん、ピッチャーも先発ピッチャーなんかで もう1番から9番がやはりみんないいバッターどんどん攻めてくるから全部こう生き抜けないから、まあ、そのタフさがあるでしょ、うん、タフネスがで、まあ、バッターはやはりこう、振り切るバッターがパディグが多いのよ、うんうん、だから僕も監督の時代はやはり今であれば、松田であったりとか柳田であったりとか育てるけどもやはりこうフルスイングっていうスタイルでこう遠くに飛ばせるものを、うん、そういうバッターをいっぱい作ったのね、うん、でそしたら、西武の例えば、まあ、岡井君とか今山川とかもいるけども、うん、やはり彼らもやはりこうみんな振り切って結果を残していく そしたらそういうのをこう若い人たちは見ていくのよ、はい同じこうプレーしてても相手チームにいても自分のチームにいてもやはりそれをこう真似してフルスイングしていくんで、うん、そういうバッターがやはりパ・リーグは多いのよ。That's a good answer, man. うん。で、秋山さん、OK, one last question ね。あの、はい、five pop questions, OK?、うん、I say you answer 早い、OK?Okay, let's see. Okay, you ready? 考えるよ。俺、シンキングするよ。大丈夫、大丈夫、大丈夫、大丈夫。easy, easy. Okay, せーの。あのね、はい、コーヒー、ティー。うん、コーヒー。コーヒー、ああ、そうですね。あの、チョコレート、バナナ。うん、ああ、バナナ。ああ、そうか。DH? No DH?No DH. Ah! I like to. Baseball, no strategy, yo, でしょ? うん。ねえ、本当にね、
僕秋山さん、ノー DH 最高。I don't like DH ね。I don't like DH. OK、うん。Famous、お金。うん。ああ。まあ、どっち。ああ、これわかんないな。ね、そうそう。No, no, 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 no. Famous、お金。ああ、でもお金かな。プー、プーだったな。お金。OK、うん。ラスト、うん、ラスト。広岡森さん、うん、監督。あ難しいなぁ。でも広岡さんの方が、先に作ったからね、西武野球を。うん。うん、かな広岡さんかなぁ、うん。まあ、まあ、作ったという中ではね。まあ、これ理由が全部あるけどね。どっちどっちどっち、うん、まず作ったの、広岡さん。OK。ヒロカさん、ノーフェイス、ノームードよ。そうよ。あ、でもね、毎日、うん、キャンプ、うん、1時間、ミーティング、ミーティング、ディスカッション、ベースボールディスカッションを1時間。でも、ヒロカさんの時に。で、それで、シンキングベースボールになって、うんうんうん。だから、いろんな、ディスカッションするの、うん、こう一つのテーマがあってそれに対してこうディスカッションこうしたらこうすることでそれは広岡さんがやったの、okay. だから、うん、だからただプレイオンリーだけじゃなくてね、うん、ベースボールをこうシンキングするの、okay. Okay. うん、じゃあ秋山さん本当にね、はい、Thank you very very much for today's show and I want to tell you something, okay?うん、I watch you play 7 years, 私は、Giants ね、うん I have three players, クロティタン大好きね。吉村、うん、キロガンさん、うん、秋山さんね。I always talk about you ね、大リーグスタイルプレイヤー。You have 5'2 player ね。I die fan, I'm big fan of 秋山さん、うん、I want you to know that.ありがとうございます。大丈夫、大丈夫ね。あのね、I want you to do this. Can you do this? 一緒に。No, no, no. こっち。Inside, inside. そうね。I want you to say Kromati Channel. せーの。OK の。Kromati Channel. Yeah! 秋山さん、本当にね、ありがとうございました。気をつけて、OK? うん、また。はい、またね。どうも。すいません。本当にね、30 years ago, I play against 秋山さん。Every day でしょ。すごいパワーね。Exciting player. Best player でしょ。ね。ふぅ最高 !OK ですね。皆様、本当にね、お願いしますね。チャンネル登録、お願いしますね。Good button、お願いします。Comment, okay? I need comment, okay? Because, だから it's your channel too, okay? This is, okay, 皆様 thank you very much. I'll see you the next time here on Kromati Channel. じゃ、気をつけて。